最近ストレッチしてるんだけど腰痛がなかなか取れないな。なんでやろう。それもしかしたらお腹の中の筋肉が動いていないかもしれません。なので大股で歩けるようにしてお腹の筋肉も動かしていきましょう。やり方はめっちゃ簡単です。まず壁を探していただいて、周りに物がないかを確認してください。畳1畳ぐらいのスペースがあれば OK です。そして場所を確保できたら、どちらか片方の手を壁に当てます。そして反対側の足を動かしていきます。振り子のように前後に動かしていくんですが、このように前と後ろ、こういう風に動かしていきます。たったこれだけなんですが、注意していただきたいのが、できるだけ大きく動かしていく。まずこれが一つ。二つ目に、姿勢を崩してしまいますと効果が全く出ません。悪い例で言うと、前に出して後ろに行くときに体が前に倒れてしまう。これはダメです。良い例は、しっかりと前に出して後ろに上げるときも体はまっすぐのまま、このときにお尻から腰のあたりは使っている感じがあるかと思います。それが出ていれば OK です。なのでこれを10回やっていきましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。皆さんできましたか？スピードはゆっくりで OK です。10回できない方は6回とかでも大丈夫ですよ。自分で行えるペースで行っていきましょう。1日両足10回を2セットやっていただけるとめちゃくちゃいいですね。なのでこれを継続していけば、お腹の中の筋肉もしっかりと動いて、腰痛やぎっくり腰も起こしにくくなりますよ。一緒にやっていきましょう。